さあ右バッターボックスに入ります。4番の松井です。今日も4番に入りましたバッターボックスの松井和夫。初球は空振りになりました。この吉川に対して7打数3安打という今シーズンの松井和夫、面白い当たりになりました。これはサード見送って、左に切れます。ファルボールです。これで松井和夫を2球で追い込みました。マウンド上の吉川、まあ夏場打つ方でも好調の松井和夫ですけれども、あと1本ツーベースヒットが出ますとこれ402塁だということになります。まあ、これから記録がどんどん出てきますよ。そうですね、はい。現役通算の二塁打ランキングというのをご覧いただいてますけれども、これは三塁線、さあ長打になる。松井和夫一塁を蹴って二塁へと向かっていきました。松井和夫今日最初のバッターボックスでツーベースヒット、これで402塁打ということになりました。そして今記念の花束が松井和夫のもとに届けられます。今日最初のバッターボックスでツーベースヒットを放った松井和夫、まあ、これが402塁打ということになりました。背番号48、石見蓮忠。三塁線いっぱいのところに入れてきました。そうですよね、意外と難しい球だと思うんですよね。インコースこう入ってくる球ですからね。本来なんかちょっとファールになりやすい感じなんですけどね。